日本での古くからの風習で引っ越しそばを食べるのと同じように韓国ではチャンジャンミャンを食べるそうです。成田空港保安検査で虫除けを没収されましたが、出国後に売店で小さめのものを購入しました。ホテルをチェックアウトしてタクシーでインチョン空港に来ました。AREX でソウル駅に移動します。KLOOKで片道乗車券を発券しました。乗車の際は QR コードを改札機にかざします。ソウル駅に来ました。 KTX 京武線でプサン駅に向かいます。ご存知の方も多いと思いますが、KTX には改札がありません。そのままホームまで行き、乗車できます。今回はファーストクラスの片道乗車券をtrip.comで発券しました。E チケットが発行されますので、検察の際は乗務員へ E チケットを提示すれば良いようです。すでに乗車予定の車両がホームに到着していますので乗車しましょう。KTX はフランスの TGV から技術導入した高速列車で、先頭車両は客室はなく、駆動専用車両です。KTX も今年で運行開始から20周年を迎えました。ファーストクラスの座席は1プラス2の配列です。足元には電源コンセントがあります。列車はオソン駅に到着しました。KTX の京武線と湖南線が分岐する巨大なターミナル駅です。テジョン駅に到着しました。日本統治時代には韓国人より日本人の方が多く住み、旧中西南道庁舎など建物も多く残っています。キムチョン組駅に到着しました。木星期元大統領の出身地です。
東テグ駅に到着しました。ソウル駅に次ぐ大きい駅です。慶州駅に到着しました。約1000年にわたり新羅王朝の首都として栄え、古墳群や古寺など世界遺産が多くあります。ウルサン駅に到着しました。ヒュンダイグループの企業が集中する工業都市です。2時間49分でプサン駅に到着しました。結局乗車券の確認は一度もありませんでした。駅舎から外に出てみましょう。2004年の KTX の運行開始に合わせて新しくプサン駅舎が建てられました。路線バスで南浦洞に向かいます。チャガルチ市場に来ました。伝統的な活気あふれる屋外市場がまず見えてきます。着物や新鮮な活魚が所狭しと露店に並べて売られています。나무가 더운데 예, 이거 사과 드릴게요. 어떡해요? 예.
本当に。屋内のきれいに整備された近代市場に入ってみましょう。2006年に地下2階から地上7階の近代的なビルが建てられ、観光客が気軽に入れるようになったそうです。徒歩で5分のビフ広場に来ました。広場を抜けると国際市場にたどり着きます。
저리도 안 가보고 タワーに来ました。もともとプサンには日本人居留地和漢があり、対馬藩の人だけが滞在してました。和漢はその後龍頭山に移され、航海の安全を祈願し龍頭山神社が設けられました。セーフティーボックスと
あとお茶のセットと、あと冷蔵庫には無料の水が2本、スリッパが2つ、バスローブ、以上ですね。ちょっと長め。